んと、クエスト、次は場所は、あ、ああ、塔か。上んとこだね。よし、次、リオレース、希少種、銀レースね。行きましょうね。さて、久しぶりのガンナーだな。頼むぜー。いけるかね。いいか、ガンナーは、本当に、私も。本当にみんな当たるなよ。攻撃当たるなよ。ガンダー。はいめちゃめちゃチクチクしてくるこの人チクチクしてくる俺チクチクすんの好きやねガンダーガンダー今すげえナチュラルな好きやねんだった本当に好きなのかなあ、はいで、え、どこここあ、早速なんか降りたらもうすぐなんだね。そうキリンと同じ感じでね。オッケーオッケー。一応先方玉用意しとこうか。ああ落ちた。ああ走らなくても落ちれるんだな。いた。どこ？おう。どこにいんの？右だ。あいた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 。あグレートのもの忘れた。飛んだ。飛んだ。やつは飛ぶのか。情報にありません。何？こんな情報初めて聞きました。偵察兵何やってるんだ。情報不足だ。情報と違う。押しなさい。なーに聞かないだと？これも情報違う。の先行が聞かないだと。偵察兵何やってるんだ。偵察兵上を狙え。誰偵察行ったやつ。誰だタメ口で聞いてるのは。いい怖いよ。彼に陣地入れたの誰？嫌いだって言ったっしょ今それどころじゃないんだよね陣惜しいじゃんしまったしまった超油断するんだけど陣惜しいじゃんくらえ何聞かないあ先行が全然聞かないおーほんまやね向きが悪いのかなあ、しまったできた。おう、風圧。いやー、怖いから気をつけてね。飛んだ。あ、しまった。そんなにどうすんの？戦後。うん、そう。よし、落ちた。ナイスだ。もう一歩手前か。まあいいや。まあいいや。ちょっとお得感がある。いやはん尻尾振ってんじゃないよ軽々しく尻尾を振らないでよねあーなんか何そのかわいこぶりのそのなんか勘違いしないでよねどれや何それあーちょっと待ってあ死ぬ少しですあーよっしゃいやちょっとそれはちょっとさ尻尾切りたいっていうのにじゃあ俺も尻尾にダメージ当ててこう早っ尻尾それ何それ美味しいのこれうわーあっ危ねえあーちょっと怖いな拾い物したあやばいまた飛ぶかAkiraお願いしますおう今無理ですおうそうですか
落ちた。何？失敗だ、落ちた。うわあ、ちょっとそのそっからのそれはちょっとやめてほしい。ダメだ。こっち振り向くかと思ったら、こっち今度いて。おい、またか。怒ってるぜ。やつ怒ってるからね。気をつけてね。なんだって。かなり怒ってるかね。こっちゃやーよ。こっちゃやーよ。やべ、くっそ似てなかった。なんだそれ、剣でしょ？シム剣でしょ？それ。うん、剣だよ。ね、そうですね。あったっけ。これ以上上向けねえや。まだ仕掛けたよ。はい、落ちろ落ちろ。近いぜ顔が。あ、ちゃ何してんの、何してんの。俺しゃがみ打ちがあればな。わかるわかる。あー、もう方向効かない。チップ切れない。近すぎた。風圧かかっちゃった。こっち向くんじゃね。よし、帰った。よし、もう今日の仕事終わり。もう終わりです。お疲れ様です。レウスさん、お帰りです。お帰りです。ありがとうございました。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。もう何十年も働いてる店員がありがとうございましたをかなりのもう略しすぎて、何言ってるかわからない人のありがとうございました。明日。わかる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 。聞いたことあるそれ。明日。明日。明日って言うと。もう手ずじじるとじじるときた。しかもウィルスミスバージョンもあるよね。なんかそれ聞いたことあるなぁ。エッセンスダンス。あとは羽を狙うだけだな。羽もボロボロだな。やべえ。あぶねえ。なんか倒れた。あぶねえ、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 あぶねえ。うん、あー好き。打ち抜いちまった。顔面だったけどな。顔面セーフだな。顔面整形。よし、そうそう、私も先行行こうかな。お、職人が、その時職人が立ち上がった。テールワーイ。いやー、お、ちょなんだって、もう一回来るかな。いやー、怖ー。もう一回来る。おーっと、あれ、つっつかれただけなのにこのダメージ。さすがだ。全然。あー、はぁ、かわせない。痛いよー。おー、よーし。よくよくよく。にゃー、にゃー。解毒持ってきててよかった。いやね、本当にいつもだったらサボって持っていかないところだけど。ありがとう。タメさん、どれや、どや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 、いやー、尻尾フリフリー。あ、くそー、全然ダメ。あと1個か。うまいこと狙おう。あ、ブレスかな。違う、飛んだ。違うのかい。ギャー。落とし物拾いたいな。あと尻尾も借りたいな。うん、こっちゃい。やりたいことはたくさんだ。あー、危ない。しかもアイテムいっぱいだった。どうしよう。もらうで。どうしよう。通常だ、いらんや。そっち行ったよ。あー、いやー、すげー、次ビルクだ。
フォーミング機能がついてるからね。ダッシュでかわしたのに。ナイス。ナイス。強えな。コンボ、すごいぞ。おお。弱く。落ちた。あともう一息だ。あ、やべ。ギリセーフ。よし。お前、これで最後や。決めたり決めたり。無理やった。ナイス。いけるいける。いけるいける。よー。いけた。惜しい。待ってー。そうそう。お疲れだえ、お疲れだえ。よし、しっぽ、しっぽ。しっぽ。素材は欲しいな。なんていうんだろう、ジンビ違うから。なんていうんだろう、ジンを。ちょっとアイテム捨てねえと取れねえな、解毒いらんな。捨てちゃえ、捨てちゃえ。通常レベル3もいらんわ。よし、無理だろ。出て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 。終わった。終わった。長かった。長くもなかったけど。なんだかんだ5分張りか。うん、早いな。うん。やっぱり自動装填はいいわ。リロードしなくていい。便利だ。ちょっとペケタン来ないね。そうだね。うん、やっぱり無理か。残念だったね。うん。下流の攻撃やたら出るな。今邪気を吐いてるんですか。いや私は見たよ。確かにアキラ氏の口から何かが出てた。出てたか。ポワーンと。アキラ氏はね、物事が終わるとね、邪気を払う、吐く癖があるからね。なんかそんな字幕入れてたね。って。深すぎる。呼吸深すぎる。何？ん？なんか違う。こう首をグリグリやつ。ガいやでも最後に言ったセリフが全くわからなくて、あっくえって聞こえたんだけど。ああってこう勢いよく首をグリグリってやりたかったけど、ガハッってたらグリグリってならなかったっていう。ゴリゴリレベルを聞きたかったがためにゴリゴリってやったんやけど、ゴリゴリが出へんかったためにえっって言ってしまったっていう。ゴリゴリ不意打ちっていうような。ゴリゴリどんだけ高いポジションに向いてるの。なんか俺アキラさんのイメージすごい骨ボキボキ鳴らしてイメージがあるんやけど。いやでもアキラ氏結構鳴らしてるよね。マジで、ね、あるけど鳴りやすい。指これだけでボキボキ鳴るけど。おなー、すげえ。手握るだけでこんな狂気だな。何それ。うわー気持ち悪い。手ボキボキやってた。うわボキボキなりやすいよ俺は。え、それも何、え、それはなんかこう生まれた時からどうなんだろうね。なりすぎじゃね。顎もカクカクあるしね。そう、それはちゃんと両方の歯で噛もうよ。顎もなんかなるんだよね、これ。顎なると、顎関節症みたいなのになるんだっけ。アキラ氏、その、アキラさんのその、ボキボキで曲作れるんじゃない。無理でしょ、これ。パーカッションとして。パーカッションとして、なんか曲作れるやん、それ。無理無理。
分かんないしね。それマジ若い時からなの？いつからだろうね。今の職場に着いた時からなの？どうだろう、いつからなってたろうか。乗りすぎだろ、だから涼しい顔してボキボキ鳴らしてるし。もうボキボキええわ、もう。もうよろしいわ、もう。もうボキボキよしなさい、もう。ボキボキは終わりじゃ。やめな。ほんとそこら、体中鳴るんかは結構。あれってでも関節と関節が重なり合ってボキってなってるよね、あれね。だから良くないんだよね、あんまやりすぎると。うん、太その相手のその軟骨かな、なんかが太くなって大きくなっちゃうから、鳴らすと鳴らすと。うーん、まあよろしくなりたいいうあれがあるんじゃないの、確か。聞いたことある、よろしくないと。なるほどね。でも接骨院昔行った時に腰をボキボキってなされた時はもうあれはかなり快感やったけど。あれって痛くないの？痛くない。マジで痛くないけど、それ心得てんだな。なんかし一気にやらはるから、うん、あって言ってしまう。ボキボキって痛いとかじゃないもん。あって。それ自分の意思とは関係なく出るやつなの？出るやつ。ボキボキってなるか。ああって。わかる、でもそれ。ボキボキ、ボキボキレベルが100としたら、今、接骨院とかでボキボキさせてもらったらもう98ぐらいまでになりますからね。ボキ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 って。あけやす、接骨院行ってみたらお客さんちょっとなりすぎですね、みたいな。なるよ。なるかな、接骨院か。あきらさん。ん？あなた末期ですねって言われる。そうやな。軟骨ないっすねみたいな。ないっすね。てか鳴らすつもりなくてもポキポキ鳴るから困るんだよ。うわぁ、アキラスニーキングできないわ。めちゃめちゃ忍んでる最中にボキボキ鳴ってると絶対無理だよ。何のことだってくれ。そこの段ボールからめちゃめちゃ聞こえてくるんだけどみたいな。ボキボキ言うんだけど、あの段ボールつって帰って怖いだろ。いいか、この任務は潜入任務、極秘潜入任務だ、決して見つかることはないようにしろよって言われてるのに、アキラさん入った瞬間、ね、ただいま侵入したオーバースってだ、ポキ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 。敵兵の頭の上があのびっくりマークになってる。ん？なんだ？で、なんで？いたぞーって逃げていくときもボキ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 逃げなかった。しかもステルス迷彩だけど絶対バレるっていう。バレる。そんなゲームやってみたいわ。ありそうだけど。ネタに好きないね、アキラさんは本当に。あーやーべえ、今年一番笑ったわ。そうそう、そろそろ一年の半分に来ようとしているところだけど。だって あの顎が痛いもん、笑いすぎて。そんなに顎と頬がもう痛くて。次レイヤーさん行っていい？レイヤー、オッケー。そうだけど、原種普通希少種です。希少種、オッケー。あ、ほんならこのままでいい。あ、じゃあうん、みんなの手を煩わせないようにと思ってね。猫飯は食べたかい？